オリンゴです。今日の動画は9月12日発売の通常号と増刊号のスイートを買ってきました。付録が可愛かったのでゲットしてみました。ということで付録を早速紹介していきたいと思います。今回の付録めちゃくちゃ欲しかったんですけど、見てください。じゃーん、こちら通常号がジェラートピケの畳めるエコバッグ&キャットチャームが付いているということで、こちらキャットチャームでございます。猫なのか猫なのかクマなのかっていう感じはまああるんですけれども、めっちゃ可愛い尻尾もあって、可愛いグレーでね、とっても可愛いチャームが付いてました。もうこれ欲しさに私は購入しようと思って買いました。そしてね、こちらとジェラートピケの畳めるエコバッグがついてます。あ、いいね、これサイズ的にもちょうど良さそう。こちらですね、中側にゴムバンドがついてるんですよ。これで留めるみたい。実際にやってみますね。こうしてこうしてくるくるっとしていって、最後にゴムバンドで留めればいいのかな。ほい、ちっちゃくなりました。これ持ち運びにめちゃくちゃいいなと思います。なんかちょっとコンビニに行った時とか、あ、持ってくればよかったって時あるじゃないですか。こんだけちっちゃくなるエコバッグが一つカバンに入ってると便利なのかなと思います。増刊号の付録がこちら。こちらはですね、ジェラートピケのドッグチャームです。これは犬だね。ちょっとね、これがね、クマっぽいのよ猫っぽいけど、クマっぽいけど、この2つ合わさるとめっちゃ可愛い。ドッグチャームが気に入ったかな。顔がね、とっても可愛い子、私は選ぶことができたみたい。すごい可愛い。そしてもう一つ、こちらエチケットポーチになります。こちらはどうやって使うかと言いますと、予備のマスクやコスメを入れてと雑誌に書いてあります。実際にマスク入れてみたいと思います。こちら大人用の普通サイズのマスクになるんですけれども、あ、ぴったり入りました。こんな感じでマスク入れいいね。マスクってさ、外した後どこに置けばいいかってわからないじゃないですか。食べ物屋さんに入った時とか、一つこのポーチ持ってると、つけてたマスクを入れるポーチとして使うのはいいんじゃないかなと私は思いました。実際のところ私はこのチャームが欲しくて買ったようなもんです。めっちゃ可愛い。でもね、ドッグとキャットで言ったらやっぱりドッグの方がね好き。ただね、両方とっても可愛いので、ぜひぜひ皆さんゲットしてみてください。お尻なんかもしっかり作られていて、ジェラートピケのロゴも入っております。大きさが分かりにくかったと思うので、 A4 サイズの雑誌をエコバッグに入れてみたいと思います。お、ぴったり入りました。なので雑誌を買うのとかにいいね。ちょうど雑誌を買いに行く時とかにも持っていけると思います。 A4 サイズぴったりです。そして次回号の付録紹介をしたいと思います。次回号の付録がじゃん、こちら。次回号はバーバパパでした。まず通常号がワンマイルお出かけセットというものがついてました。バッグとポーチですね、巾着がついてます。バーバパパですごく可愛い。そしてこちらが増刊号なんですけれども、メイクセットですね。美人顔になれる完璧コスメセットがついているそうです。アイパレット、チーク、リップスティック、リップグロスがついてるみたいです。これでメイクもう完結しそうですよね。パケもめっちゃ可愛いバーバパパになってます。これも実物見てみたいなと思います。ということで、次回号も早めにゲットして紹介できたらなと思っておりますので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。もうね、私これすぐに鍵付けを、鍵キーチャームとして使おうと思います。ちょっと大きいけどね。なんかワンちゃんめっちゃ私可愛い顔の子を選べたんですよ。なんか顔絶対ある。これなんか猫ちゃんがクマさんみたい。ちょっと鼻が大きいんだよねでも可愛い。なんか愛着湧いてまいりました。この2つ大切にしていきたいと思います。ということで、おやすみー。